坂本誠志郎は、兵庫県矢部市出身のプロ野球選手。宇藤右内。阪神タイガース所属。小学1年生から野球をはじめ、養父市立養父中学校時代は、南式野球部に所属。理性者高等学校への進学後、1年時の秋から、正保守となり、2年夏、3年春と2期連続で、甲子園大会へ出場した。 三年春の選抜大会では準決勝まで進出。一学年先輩に山田哲人がいる。明治大学時代高校卒業後に明治大学へ進学すると、一年春からリーグ戦に出場。一年秋から正捕手に定着すると、二年時には二期連続でベストナインに選ばれた。四年時には首相に就任。リーグ戦通算96試合の出場で、 294、打数68安打、打率。231、3本塁打、38打点、3盗塁、ベストナイン2回を記録。同級生の高山俊、1学年先輩の糸原健人とは後に、阪神でもチームメイトになっている。第27回ハーレムベースボールウィークと2015年夏季ユニバーシアードには、日本代表の首相として出場した。 2015年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1200万円で入団。洋服出身者としては、初めてのプロ野球選手となった。背番号は12。なお、大学のチームメイトである鉱山も、阪神からの1巡目指名を経て、入団に至っている。2016年。 新人では唯一沖縄儀の座での春季キャンプに参加、キャンプ終了まで一軍に帯同した。開幕を二軍で迎えた後、5月5日に、プロ入り後初めての出場選手登録を果たしたが、出場機会がないまま同月18日に登録を、抹消。7月14日のフレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の8番、保守として先発出場。その後、 19日の対読売ジャイアンツ戦で8番保守として先発出場し一軍公式戦デビューを果たした。この頃より梅野龍太郎の不審などを背景に一軍での出場機会が増加。黒田裕樹が日米公式戦通算200勝を達成した7月23日の対広島東洋カープ戦では4回裏の守備から出場すると7回表の打席で 黒だから、プロイリアと初安打を記録した。8月24日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、藤並と初めてバッテリーを組み、プロ初本塁打を放った。最終的に一軍で28試合に出場、本塁打1本、打率は200、打点は2にとどまった。2017年は、一軍制星候補の一人として、前年に続いて一軍春季キャンプに参加。 しかし、教育リーグで支給によって、右手親指を骨折し、公式戦の開幕後もに組んでの調整に専念した。7月6日の対 DNA 戦でシーズン初出場を、果たすと、以降の試合では、梅野と併用により、出場機会を得、梅野が、打撃不振に陥った8月下旬からは18試合連続で、スタメンマスクを任されるなど正補資格として起用された。 9月2日の対中日ドラゴンズ戦では、シーズン1号本塁打を含む3アンダ4打点という内容でプロ入り初毛打賞を達成。9月8日の対 DNA 戦では、通算2000アンダを達成した鳥谷隆を3塁に置いた状態で、シーズン2号本塁打を記録した。しかし、9月19日のチーム全体練習内で、フリーバッティング中に、左脇腹の筋座章を発症。 翌20日に出場選手登録を抹消され、そのままシーズンを終えた。一軍公式戦全体では、42試合の出場で、打率、248、2本塁打、17打点という成績を残した。2018年、プロ入り後初めて開幕一軍入りを果たすも、梅野が開幕から、正保手に定着したことから、シーズンの大半を二軍で過ごした。リーグ公式戦では、 チーム内で、長坂県渡るに次ぐ38試合でマスクをかぶり、2軍の8年ぶりリーグ優勝に貢献。1軍公式戦では、自己最小の15試合の出場にとどまり、打率、154、1打点と精彩を欠いた。シーズン終了後、大学時代から6年間交際を続けてきた、同年齢の女性と結婚。2019年、前年に続いて開幕1軍入り。 開幕後から保守二人制を採用したチーム事情から、シーズン序盤は梅野に次ぐ、第二保守の座を、長坂、岡崎大地らと争いながら一軍と二軍を行き来する、形となった。6月末に昇格して、以降は一軍に定着し、シーズン終了まで一軍に帯同。自身にシーズンぶりの本塁打を記録するも、梅野が正保守の地位を固めていたことから、 梅野の休養日を中心とした出場にとどまり、20試合の出場で打率、175、日本類が3打点に終わった。シーズン終了後、右ひいのクリーニング手術を受けた。2020年、前年を上回る38試合に出場して打率、213の成績を残した。12月11日に年俸1500万円で契約公開した。 当主の長所を引き出すインサイドワークと正確なコントロールを備えた早球が持ち味。フレーミングにも定評があり、ダルビッシュ優は日本人選手で組みたい、キャッチャーの一人に坂本の名前を挙げている。特技はスキーで、洋父市の地域柄スキーは幼少期から身近であった。親戚にもスキー場のロッジを持っている人物がおり、そこでスキー板を借りてよく滑りに行っていたという。 小学生時代は放課後父親と共にナイタースキーに教示。高校時代は北海道でスキー検定の上級クラスを受験した。腕前に関してはあくまで理性者の中では上手いというレベル、今やスキーといえばネオ・アキラ君と語っている。中学3年の時点で実用英語技能検定12級を取得したほどの語学力と高校、大学、 大学日本代表の各世代で首相を務めたキャプテンシーの持ち主。明治大学時代の監督である前場達也や2019年シーズンに阪神の一軍監督へ就任した矢野からも高く評価されている。ありがとうございます。